当を憧れるのをやめましょうには皆がはぁとなりましたわら。たくわら。憧れてるのはお前だっつーのわら。お前定期。ホモじゃん。くさ。そらそうよ。乙女ゲイかよ。メジャー二刀流ホームラン王 MVP よりヤバい人いない定期。これ侍メンバー全員同じこと言ってるのくさ。流行語大賞を逃した理由これってマジ？ベッツ？トラウト？誰？定期。ぶっちゃけピンときたの岡本くらいちゃうか。あんたっていうプロ野球選手初めて見た。あのさぁ、お前 J で昔は男らしかったのにお前だっつーのわらでなんかめめしくなったよな。大谷より明確に上回ってるレベルってトラウトのバッティングくらいやろ。宮城、大谷さんがなぜかアメリカの選手たちを上げ出してみんな内心いやそこじゃないっすよと。みんなが憧れてるのは大谷さんだと思うんですけど、他のアメリカの選手たちとか、そこはまあ、別にという感じでした。みんなあの場で内心モヤモヤしてたのくさ。まあ大谷は投手としても打者としても最高やもんな。その場の全員が憧れるわ。いらんごとする通訳がトラウトのサインボール全員分集めて配ってたそうやんけ。これ年末の特番で多分裏話するやろけど、一平が侍のみんなにトラウトのサインボール配ったの見て大谷がキレて、その直後の声かけやったらしいな。用意してた演説やなく半切れ状態でこの名言出たのすげえわ。だる？みんなに村上、お前大谷には勝てねえよ、レベルが違えよって言われてたけど、でもわかんないですよ、負けたくねえとかずっと言っていた。村上実際大会成績しょぼかったけど、このエピソード聞いて応援したくなる。村上壊れててわろた、ちょっと復活してよかったね。これ聞いて村上に惚れ直したわ、絶対来年また三冠王取るよ。これかっこいいな。源田嫌い。それでムキになって打撃崩して守備がおろそかになるんやからアホとしか思わんわ。ムーキーベッツ矢印誰？ゴールドシュミット矢印誰？トラウト矢印、ああ大谷のチームメイトの人ね。こんなんやろみんな。アメリカ代表野手はジャッジハーパーとセカンド以外はベストメンバーに近いよな。あのメンバーでジャッジハーパーがいてもそんな変わらないとも思うけど、ハーパーはともかくジャッジは変わるやろ。一人だけ別次元やん。打撃指標トラウトや全盛期没頭とかでも遥か及ばん。これすこええー、なぁ。確かに周到はガチで大谷に憧れてそう。あまりにも主人公すぎる。万波は大谷の打撃練習を間近で見て衝撃受けて、とりあえず大谷の打球速度に少しでも近づけるように取り組み変えたって言ってたな。壮行試合での大谷のホームラン一発で皆は枯らされたのすごかったな。